許さない愛の夢たぎらせて再び立つ戦士たち輝ける乙女満開の桜抱きしめる優しさが熱く燃え上がる友よ手を握りこの戦いざ勝ち進め切ないデートに踊る何が起こってるんだ。一体何が起こったんだ。あれはお父さんの貸し小屋。ここ私の家ですよ。さくらの家だが、この異様な容器は。見てください、清十郎さん、テートが燃えています。何？テートがまさかコーマに襲われているのか。だけどこんなこと、テート全域が戦場になってるじゃないか。もしかしてここ。今は間違いありません。これは過去の私の家。そしてこの帝都の戦いの激しさは、もしかして高魔大戦の時なんじゃ。高魔大戦、つまり10年前か。そんなバカな。あれを見てください。桜の木、あれは確か。はい、コーマに傷つけられたはずの桜の木がまだ。ということは本当にコーマ大戦が起きた時のテート、ゲントが接近した影響なのか。信じられない。コーマ大戦時のテート、本当にそうなら。桜、動くのは危険だ、戻れ。お母さんが生きてるかもしれない。お母さん。誰？本当にお母さん、お母さんに会えた。さくら、 あなた何を言ってるの。お母さん、お母さん、会いたかったよ、お母さん。ひなたさん、あなたはまさか清十郎くん。それじゃ本当に。そうだよ、さくらだよ、お母さん。さくら、こんなに大きくなって、どうして
こんな奇跡みたいなことがあるなんて。俺にも分かりません。ゲントとテートが接近した影響だとは思いますが。ゲント、そうよ。テートはこの戦いの後どうなったの？それは。経験のおかげで平和になりました。そう、経験の力でテートは平和を取り戻したのね。ですが、そのために日向さんが。そんな顔しないで。私はもう覚悟してるんだから。よかったわ。私の命はちゃんとみんなを守った。はい。よくないよ、さくら。提言を作っちゃダメだよ。お母さん死んじゃうんだよ。ほら、私大きくなったでしょ。一緒に暮らそうよ。私と生きてよ。お願いだよ、お母さん。ごめんね、寂しい思いをさせたわね。でも私は命を懸けるわ。鉄管さんと一緒に提携を作る。お母さん。私はね、大切な人たちの住むこのテートを守りたいの。なんて、ちょっと綺麗すぎるかな。私はあなたの未来を守りたいだけなのかも。私の未来を。いつかあなたに子供ができた時、この気持ちがわかると思うわ。あなたを守るためだったらお母さんは何だってしちゃうの。絶対に子供の未来を諦めたりしないのよ。お母さん。私は今ここでなすべきことをするわ。あなたはあなたの世界でなすべきことをなさい。大切な人を守りなさい。でもしっかりしなさい。あなたの世界にはあなたの帰りを待つ人がいるはずよ。その気持ちを裏切ってはダメ。あなたはその人たちのために絶対に生きて帰りなさい。うん、分かったよ。やれやれ、本当に泣き虫なんだから。清十郎くん、これからもさくらを頼むわね。さくらと共に平和を守り続けます。だから安心してください。私も清十郎さんと一緒にみんなを、テートを守る。お母さんが私にくれた未来を絶対に守り抜いてみせるよ。ええ、信じているわ。最後の時に大きくなったあなたに会えた。この奇跡だけで私はもう十分よ。お母さん。綺麗になったわね、さくら。お母さん。お母さん。
さくら、私の愛しい娘。さあ、行きなさい。そして、人生を。悔いなく、精一杯生きるのよ。うん、私、天国のお母さんに、笑顔になってもらえるよ。しっかり生きるから。だから、ずっと、見守っててね。さよなら、お母さん。神宮寺か、おのれ、また貴様か。みんな、無事か。はい。貴様らどうあっても我の邪魔をするというのか。俺たちは絶対に未来を諦めない。貴様の野望はここまでだ。何がおかしい。すでに我が野望は成就しておる。ゲントはその姿を見せている。コーマオ様、我に世界を滅ぼす力を。
められるかこの我は。貴様たちの未来がもはや存在しないのだ。行くぞみんな。これが最後の戦いだ。帝国歌劇団花組出撃せよ。了解。私は戦う、未来を守るために。最後の戦い、行くぞみんな。帝国歌劇団参上。大きいですね。でかけりゃいいってもんじゃねえさ。同意。必ずどこかに隙ができる。でも時間はあまりないわ。ゲントは今も近づいている。やりましょう聖十郎さん。私たちがテートを、世界を守るんです。ああ、必ず守ってみせる。神山君、原案につながる黒い管が見える。どうやらあの骨幹を伝って高魔王の力が原案に注がれているようですわ。まずはあの骨幹を断ち切って高魔王からの力の供給を断ちなさい。了解です。この状態でコーマに襲われたらおしまいだ。早く合流しないと。しかしこのまま原案に向かっても同じことの繰り返しだ。一体どうすれば。神山君、夜叉の時と同じよ。コーマ王の力が攻撃を防ぐ障壁になっていますわ。なるほどな。じゃあまた私がぶっ壊してやるか。ダメだハツコ、それだけは絶対にダメだ。そうだったな、悪かったよ神山。落ち着きなさい神山君。原案の障壁を打ち消す方法はあるわ。かつてゲントを封印した帝剣を使った絶海の儀式、北斗七星の陣を行います。北斗七星の陣。10年前のあの戦いのようにゲントを封印できれば、流れ込んでくる高魔王の力を遮断して原案を無力化できるはずですわ。でも封印に使うお母さんの剣、帝剣は原案に奪われたままです。帝剣は破壊と混乱を呼ぶものではなく、平和と未来をもたらすための剣。その時が来れば必ず帝剣は力を貸してくれますわ。あなたのお母様が剣に込めた思いを信じるのよ。はい、やりましょう。ゲントを封じ込めれば私たちの勝ちです。
決死の戦い。でもちゃんと生きて帰る。そうね、必ず帝劇でまた会いましょう。燃えてきたぜ、帝国歌劇団花組の力を見せてやる。行くぞみんな。これより北斗七星の陣を展開する。玄斗をもう一度封印し、玄庵を倒すんだ。了解。北斗七星の陣を行うためには7つの星を作る必要がありますよ。この地で霊力を増強できる場所、北斗。そこでみんなの霊力を爆発させるのよ。7つの得意点、まずはそこを目指せばいいのか。はい。はっ、超余談。はっ、そこ。やった。はっ、そこ。はっ、せっ、せっ、はっ、さ、よっ。幸いにも4人は得意点のある地にいる。神山くん、彼女たちの元に行き、七星をつなぐ聖団を作り上げるのよ。了解。このえっ、遅い。このそこです。クラリス、よかった、無事だったか。話は聞いていたな。得意点へ霊力を注ぎ込み、聖団を作るぞ。はい、任せてください。私の力で未来を紡ぎます。神山くん、まずは周囲の敵を全て倒して得意点を探し出してちょうだい。得意点が見つかったら、その中心で霊力を注ぎ込むのよ。わかりました。行くぞ、コーマを殲滅するんだ。了解。そこだ。はっ、このそこ。はっ、はっ、はい、はい、これで私もまだまだいけます。敵戦力の 30% を撃破。神山さん、その調子やで。何やら企んでいるようだ。無駄なあがきよ。行きます。そこ。なんだこれは。それは玄斗の汚れ。この地が高魔王によって侵食されている証ですわ。神山くん、クラリスさん、気をつけて進んでちょうだい。神山さん、今まで私は何かを成すためなら命を懸けても構わないと思っていました。ヤシャとの戦いで力尽きたとき、初めて死にたくないと思ったんです。クラリス、えっ、ちょ、ちょ、うっ、えっ、えっ、えっ、この、この、そこ、えっ、えっ、ちょ、敵戦力、半分に減少。いい調子やで。あれは玄庵の黒刃劇。10年前にも随分苦しめられたわ。高魔王様のお力が貴様たちを滅ぼす。せいぜいあがいてみせるがいい。もう花組のみんなと過ごせないかと思った。私、涙が止まりませんでした。こんな思いをさせたくない。だから私は戦います。みんなが笑顔で生きていく世界を。
それこそが私の戦う理由です。いけるか。はっ、さあ、てへん、やあ、伊藤亮だ。神山さん、もうちょいで殲滅完了やで。行くぞみんな、最後まで油断するなよ。やあ、そこ行きます。どうした、帝国過激だ。逃げ回っているばかりで我には勝てぬ。みんなが笑顔を生きる世界、そう決める。青き空をかける天の衝撃。さあ、クライス。敵は倒したようやな。あった、あそこが得意点や。クラリスさん、その場所得意点で霊力を集中させてください。行きます。ここが得意点。確かに何か強い波動を感じます。行きます。北斗の星よ、輝け。得意点での力の解放を確認しました。成功です。この光の柱は、これは北斗の星か。神山さん、ここは任せて、早く次の得意点へ向かってください。分かった、頼んだぞクライス。一つ目の得意点は活性に成功した。次はここだ。承知、アザミに任せて。勝利は必勝。いざ参る。ねえ、聖獣郎、帝国歌劇団に来てよかったと思う？こんな時にどうしたんだ、アザミ。こんな時だから行きたい。花組の隊長になってよかった。よし、霊力充填完了。もちろん、よかったよ。みんなと、アザミと会えた。アザミも、帝国歌劇団に来てよかった。聖獣郎に巡り会えてよかった。花組と聖獣郎のおかげで、アザミは本物になれた。自分の道を信じることができた。行くぞ。帝国歌劇団は絶対に青き空をかける天の衝撃。ああ、その通りだ。人々の未来への道を満遍。全滅率 50%、 あと半分です。いきます。いくぞ。これで、はい、いって、はい、マイル。
慎重に行きましょう。殲滅率 80% を突破しました。了解。もう少しだ、みんな気合を入れていくぞ。こしゃくなやつらよ、無様な姿を晒すがよい。行きます。行きます。はい、やー、はい、行きます。遅くはないわ。いざまた許しを乞うなら命だけは助けてやる。我に戦いを挑んだ勇気をたたえ、世界統一歌劇団、魔の歌劇団の一員としてな。行きます。敵の殲滅を確認、得意点を見つけ出して聖弾を立ててください。アザミにお任せ。成功や。得意点が解放されたで。この星はアザミが守る。だから聖十郎は早く次の得意点へ行って。わかった、アザミ、ここは頼んだ。5箇所か。花組が一人一つの星団を作るとしたら、7つの得意点を輝かせることは数的に不可能だ。あの光、あれは北斗の星か。でも一体誰が。ベルリン歌劇団参上。得意点に到着、星団の構築に成功しました。エリスさん、マルガレーテさん、よくご無事で。我らベルリン歌劇団に敗北はないと言いたいところだが、あの不思議な光が力を貸してくれなければ危ないところだった。とても強く気高い光だったよ。助けられたな。助けられたって今日は随分素直に認めるんですね。あるのはただ使命、歌劇団として誰かを守るという意志だけだ。エリスさん。はいはい、偉そうな演説を聞いてる場合じゃないです。早く次の得意点へ急ぎなさい。ああ、わかった。よし、俺たちは次の得意点に向かうぞ。ザ・ぶっ飛ばしてやる。ハツコ、待たせたな。準備はいいか。バッチリだぜ、神山。ついにハツホちゃんの出番だな。よし、では行くぞ。三つ目の得意点に向かう。ここでやらなきゃ女が廃るぜ。まあ、神山、あんたと初めて会った頃、私たちすげえ弱かったよな。天ダメだった私たちが頑張れたのはあんたのおかげだと思う。でもそれだけじゃねえ。帝都の人たちにもすごく支えられてきたんだ。では行くぜ。
しても打ち込んでも頑張れって応援してるって言ってくれた。そんな温かい思いに見守られて私たちは強くなれたんだ。だから私にとってテートに住むみんなは家族だ。守んなきゃいけねえよな。命張ってでもよ。らしいな。青い空をかける天の衝撃。今こそテータのみんなにもらってオンリー。点滅率 50% を確認。エデン、共に参りましょう。押し切るぞ。元と降臨まであとわずか。貴様らとの戯れも終わりだ。これで終わりだ。そこ行きます。行くぞ。早く7つの星を完成させないと。あの光はもしかして、ロンドン歌劇団参上。アーサー、ランスロットさん、まさか来てくれるなんて。サクラたちがこんなに頑張ってるのにじっとなんてしてられないよ。ここの得意点は僕たちに任せてくれ。騎士の誇りにかけて守り抜いてみせる。じゃあ分かった、任せたぞロンドン歌劇団。はい、行くぜ。行きます。行くぞ。行くぜ。行くぜ。はい、決める。青き空をかける。大丈夫です。
100%。 得意点はどこよ。これで5つの星が揃った。残るは2つ。神山、ここは私が守る。てめえは先へ進め。分かった、ここは頼んだぞ。あ、そう、行くぞ。はっ、2つは遅い。次は私ね。待っていたわ。アナスタシア、頼む。分かっているわ、神山。任せてちょうだい。未来にかけて、星よ、輝け。得意点はあと2つ。時間がない。急ぐぞ。了解。さすがに目障りだ。そろそろ消え失せ。帝国過激だ。生きれるか。邪魔。そこだ。行くわよ。はい、そこまでよ。トーマ王復活まであとどれぐらいなんだ。早く7つの星を完成させなければ。待たせたな、神山。上海歌劇団参上。シャオロン、ユイさん、真打ちは遅れてやってくるってな。上海の竜、過激に登場だぜ。6つ目の星は私たちに任せて。帝国過激団は最後の一つを。助かる。みんな、先を急ぐぞ。駆け抜ける。ああ行くわよ。遅い。よっ、行くぞ。どこまでも虎尺なやつだ。もはや容赦はせぬ。滅ぶのだ。帝国過激だ。駒王、カオルさん、駒王の封印の様子はどうですか。封印は確実に弱まってきています。もうあまり時間はないと思います。急がなければ。行くわよ。遅い。いつもみんなが私を温かい。帝国歌劇団は世界を守る。新茶、お前たち本当に強くなったな。ありがとう、最高のライバルがいてくれたおかげさ。言っておくが、主役を譲るのは今回だけだからな。行けよ。そしてテートを救え、帝国歌劇団。行くわよ。
君は光だ。闇を封鎖する神速の闇。君はずっと帝国歌劇団花組の仲間なんだから。だが、はい、はい、そうだね。はい、はい、邪魔。これでどうだ、自走両断。努力して戦うぞ。いけるか。来た。敵の殲滅を確認、得意点を開いてください。やっ、星よ、答えて。待っていなさい、ゲーン。この星の力であなたを必ず。これで6つ。そしてシャオロンたちか。神山、待たせたな。こっちは準備完了だぜ。ああ、すみれさん、聞こえてますか。7つの星を作ることに成功しました。任務完了です。すみれ様、大地に7つの星が輝きました。封印の儀式、北斗七星の陣、いつでも発動できるで。わかりましたわ。私を置いていくなんて絶対に許しませんわ。お願い、待って、待って、私を一人にしないで。大丈夫、いつかきっと、いつかきっと私たちはまた出会う。スミレさん、俺たちの思いを、未来を繋いでください。ありがとう、みんな。行きますわよ。今こそ輝け、命の星を。北斗七星の陣。体が動かぬ。これはまさかあの時の。そうですわ。定剣を持ちて魔を封じる儀式、北斗七星の陣。我北斗は命を込めて地に注ぐ。天地最短、資源世界を断つ。これは今よ、天宮さん、絶海の力を解き放ちなさい。お母さん、力を貸して。やめろ。天宮の命に宿る絶海の力、今ここに。みんな、今こそこの戦いに終止符を打つ。帝国歌劇団花組、出撃だ。了解。これで終わりだ、帝国歌劇団。絶望を見せてやる。
駄なあがきなどやめてさっさとくたばるがいい。あがきだ。せっ苦しみながら合体攻撃準備完了。二人の心を合わせるんだ。行くぞ。転校生を紹介する。あなた、君はあの時のおてんば娘。運命の出会い。限界突破しろ。行くぞ。闇を切り裂く神速の闇。みんな最後の力を振り絞れ。帝国歌劇団花組行くぞ。了解。はっ、空が終わったわね。やったな神山、大勝利だぜ。これで帝都は救われた。清十郎さん、最初地上勤務を命じられた時はさ、左遷かと思ってたんだ。だけど帝国歌劇団に来て君たちの隊長になれて本当によかった。ありがとう。みんなのおかげでこんなにも笑顔でいることができる。何を言ってるんですか。そんなの私たちもですよ。そうですね。うん、感謝しているわ。清十郎さんが隊長になってくれて本当に良かったです。みんな、あなたを呼んだ私の目に狂いはなかったわ。すみれさん、それにみんなも。コウマに操られるなんて格だった。私たちを助けてくれたこと改めて礼を言う。まあまあ、反省はそれぐらいでいいだろう。その後の戦いで十分に働いたじゃないか。確かにエリスってめちゃくちゃ強かった。今度勝負しようよ。帝国歌劇団
いい戦いぶりだったぜ。さすが俺のライバルだ。みんな、この勝利はみんなの頑張りのおかげだよ。誰一人欠けていてもこの勝利はなかった。世界歌劇団が力を合わせた結果さ。それでも今はあなたに感謝したいのよ、すみれさん。ありがとう、神山くん。帝都、みんなを守ってくれて。はい。清十郎さん、それじゃあ全員でいつものあれやっちゃいますか。そうだな。それじゃあみんな行くぞ。どんなに辛いことがあってもみんながいれば乗り越えられる。信じた道が正しき道です。これこそ真の世界歌劇団だ。ありがとうみんな。せーの、勝利のポーズ決め。初歩、クラリス、アザミ、アナスタシア、みんな本当にありがとう。受け継がれた思いを胸に私たちは進み続ける。次回、新桜大戦最終話、心を継ぐ者。大正桜にロマンの嵐、いざ帝国歌劇団出撃せよ。